小玉孝也は日本のジャーナリスト、田中角への金脈問題追求で知られる。兵庫県芦屋市生まれ、終戦の1ヶ月前、9歳の時に画家だった父を栄養失調で亡くす。以来、母が物売りや雑役寄付をして家計を支えた。兵庫県立芦屋高等学校を卒業する年の2月、55歳で定年退職した母に仕送りはいらないから、 4年間、東京で勉強させてくれと来い。早稲田大学、第二世経学部に入学。働きながら、大学に通う。21歳の時に、岩波書店の月刊総合誌、世界の検証原稿に入選する。卒業する1年前から公文社の女性週刊誌、女性自身の編集部でアルバイトを始め、卒業後入社。引き続き同志編集部に席を置く。 1972年2月に同社を退社して、フリーとなる。文芸春秋編集長の田中健吾に起用され、1974年11月特別号の田中角栄に関する大特集のうち、田中角栄研究所の金脈と人脈と共に、掲載された、寂しき、腰山会の女王で、腰山会の金小判である、佐藤明と田中の関係及び、 田中派内での佐藤の影響力について執筆して一躍有名となる。特集、田中閣英研究により、立花隆と共に第36回文芸春秋読者賞を受賞した。しかし、その頃すでに肺がんに侵されており、1974年12月16日から1975年3月26日まで99日間、国立がんセンターに入院。 退院して2ヶ月後に突然、睡眠、食事ができなくなり、数日後に国立がんセンターに再度入院したが、容態が急変してそのまま、1975年5月22日、38歳で死去。死因は、新タンポナーデだった。死去後、一戦五輪たちの横丁が、第23回日本エッセイストクラブ賞を受賞した。死後、 児玉の生涯を映画化しようと、企画東宝、監督、今井正し、脚本、山田忍で、電気映画、愛はとこしえに、の制作が決定するが、突如、中止となった。この中止が、江崎雅美ら、政治家の圧力によるものであることを、東宝の藤本雅美制作担当副社長が暴露。藤本は1975年10月に副社長を、辞職した。 ありがとうございます。